皆さんこんにちは。NGB 衣装ワールドツアー第7回韓国編のナビゲーターを務めます NGB の高井まどかと申します。各国の衣装プロフェッショナルから衣装の最新情報をヒアリングするこの企画、第7回目の本日は韓国のボスウィン特許法律事務所よりお話を伺います。それではスタート。はじめに代表弁理士の李先生よりご挨拶と、ボスウィン特許法律事務所についてご紹介をしていただきます。こんにちは。私は韓国のボスウィン東京法律事務所の代表弁理士であるリー・チョルと申します。この度は NGB 様にご配慮いただき、 NGB 衣装ワールドツアーに参加させていただくことになり、皆様に衣装の紹介と韓国における衣装の現状についてご案内ができることをとっても嬉しく思っております。私はかつて韓国の大手企業の研究所で研究員をはじめとし、その後15年以上他の特許法人にてシニア弁理士として特許衣装の出願、審査、審判、訴訟など様々な実務を行ってまいりました。そして2006年に今の事務所を開設してきております。現在弊社には各技術部門別に弁理士4名とエンジニアスタッフ4名を含む知財部門と翻訳および管理スタッフを含む支援部門の10名、合計18名で構成されております。弊社は設立当初からご依頼をいただく事件をより正確に、より迅速に、より安価に処理するというモットーで、クライアント様と共にウィヌウィヌする事務所となれるよう最善を尽くしております。兄登場、今回の機会をもって韓国の衣装出願にもご関心のお持ちいただければと思っております。これからも皆様の多くのご関心とご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。李先生、ありがとうございます。それでは早速お話を伺いたいと思います。まずは韓国における最近の衣装出願の動向についてご紹介いただけますでしょうか。特に昨年からのコロナパンデミックによる影響などがありましたら教えてください。こんにちは。私は弁理士のイー・グァンチョルと申します。韓国における最近5年間の衣装出願の動向についてはグラフを用いながら説明いたします。まず最初のグラフは、毎年韓国特許庁に出願された衣装の件数を示したものであります。青色のデータは全体衣装の出願件数を、そして赤色のデータは外国人による衣装の出願件数を示しております。これによりますと、2020年、すなわち昨年の場合、コロナ状況下にもかかわらず、例年よりむしろ衣装の出願が増加していることがわかります。ただ、外国人の出願は多少減少しておりますが、全般的には増加傾向であることがわかります。次のグラフは部分衣装に関するグラフであります。最近韓国においては部分衣装の出願が増加しているので、部分衣装に関する出願現行について説明いたします。青色のデータは部分衣装の出願件数を、そして緑色のデータは全体衣装の出願の中で部分衣装が占める比率を示しております。ご覧のように毎年部分衣装の出願件数と占める比率が大きく増加していることがわかります。
ご参考までに部分移植の出願としては韓国のサムソン電子と LG 電子の出願が多く、外国企業は Google と Apple の出願が目立っております。最後のグラフは震災段階に関するデータであり、ピンク色のデータは登録以上、黒色のデータは出願から第1回目の OA までの処理期間を示しております。これによりますと、最近5年間の平均移植登録率は 87%、 審査処理期間は平均6ヶ月がかかることが分かります。韓国の移植制度は日本の制度ととても類似していると思いますが、もし日本にはない韓国だけの制度がありましたら教えていただけますでしょうか。はい、一部審査登録制度というものがあります。これは移植の出願時に全ての登録要件を審査する審査登録制度とは異なります。すなわち新規制は審査せずに、その他の一部要件のみを審査することが特徴であります。この一部審査は出願日から約2週間以内には審査の結果を受けることができます。ありがとうございます。その一部審査登録制度は全ての物品に対して適用されますか？またコロナパンデミックの前後において、この制度の利用率に変化などありましたら教えていただけますでしょうか。まずこの一部審査登録制度は全ての物品に対して適用されるのではなく、有効性が強く模倣が容易な一部の物品に対してのみ利用可能であります。そしてこれに該当する物品類としては、衣類などの参考類と昨年の12月に追加されたバッグ、カバン類などの4個類、合計で7個類があります。一方、コロナパンデミックが始まった昨年の一部審査登録出願の件数は、コロナパンデミックの前である一昨年に比べて約 35% 増加しております。これは同じ期間、審査登録出願の件数が 3% 程度減少したことに比べますと非常に印象的な動きであると思います。韓国の移植法上の損害賠償額に関する規定について教えてください。まず今年の6月から施行されている改正された韓国の移植法では、移植に対する正当な権利者の生産能力を超える侵害行為に対してもロイヤリティを賠償しなければならないなど、損害賠償額が現実化することになりました。今まではある企業が革新的な技術を開発したとしても、他の企業がその技術について正常の使用契約を締結するよりはそれを模倣する状況が多数発生しておりました。これは基本的に権利者の生産能力を超えた範囲に対しては損害賠償を受けることができなかったからであります。これからは本改正法が施行されていることによって、従来の保障範囲に加えて権利者の生産能力を超える侵害などの行為に対しても使用許諾契約を通じて当然に受けるべき利益、すなわち合理的な実施料までさらに賠償を受けることができるようになります。ありがとうございます。ではこれに関連して、韓国の移植法上にも懲罰的損害賠償に関する規定はあるのでしょうか。はい、あります。先に述べました損害賠償算定制度は今年の6月から施行されております。またこれとは別に、昨年の10月から施行されております3倍の賠償制度、すなわち故意に移植権を侵害した場合、侵害として認められた金額の最大3倍まで保証するようにした懲罰賠償制度が存在しております。この2つの制度が結合される場合、故意に知的財産の侵害した行為から権利者をさらに強力に保護することができるようになりました。最後に、最近韓国の移植実務において何か変化などありましたら紹介していただけますでしょうか。最近、家族に関する移植を保護するために韓国の移植法が一部改正されております。従来は家族に関する移植自体は権利として保護を受けることができなかったのですが、家族に関する
衣装の定義の規定を新設しており、画像に関する衣装自体を保護することができるようになりました。また画像に関する衣装をオンラインで転送する行為を使用行為として規定しており、オフラインでのみ認められていた衣装の使用概念をインターネット上で提供する行為にまで拡大するように法律が改正されました。以上をもちまして、韓国の衣装についてのご案内を終わらせていただきます。長いお時間ご拝聴いただきありがとうございました。インタビューは以上となります。李先生と伊先生、どうもありがとうございました。もし韓国衣装出願について何かご不明点などございましたら、私たち NGB へお気軽にご相談ください。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思われる方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回第8回はマレーシア編です。お楽しみに。